はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。今日ですね、借金にも賢い返し方があるっていうのを皆さんご存知でしょうか。例えば住宅ローン、車のローン、クレジットカードのローンがあった時に、皆さんが100万円もし入ってきたらどれから返しますかっていうのを今日は皆さんと一緒にちょっと考えていきたいなと思います。で、これ見ていただくと、実は見ないとですね、損する返し方がありますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。ということで、今日のテーマはですね、見ないと損する賢い借金の返し方っていうので、借金なんてどれから返しても一緒でしょって思うかもしれないですけど、実はですね、賢い返し方があります。それはどういうふうに返すかっていうところなんですけど、まあ先ほどの事例で言うと、例えば住宅ローンと車のローン、クレジットカードローンがあって、どれから返すかっていうお話なんですけど、まあちょっと表で見てください。こちらです。ドーンと、まあ、例えばじゃあ住宅ローン2000万円金利 1% で、車のローン100万円金利 2.5% で、クレジットカードのローン例えば20万円金利 15% というのでこの表に載ってます。で、まあ、この借金があった時に、例えば、まあ、もう臨時収入でもいいし、まあ、ボーナスでもいいんですけど、100万円入ってきましたって言ったら、さあ皆さんならどれから返しますかっていうお話で、どれから返しましょう。まあ、このチャンネルでも、お話をしたんですけど、まあ、例えば住宅ローンの繰り上げ返済に当てるよっていう人もいるかもしれないですけど、皆さんどれにしますか。皆さん考えてください。じゃあ1番の人、じゃあ2番の人、3番の人、皆さんはどれにしましたか。これ実はですね、正解はクレジットカードから返すのが正解です。なんでって思うかもしれないんですけど、意外とですね、こうほとんどの人は自動車ローンが100万円なんで、100万円入ってきた、100万円返そうっていうのになりがちなんですけど、この場合はですね、クレジットカードのローンを全額返済して、残った分を自動車のローンの繰り上げ返済に充てるとかっていうのが一番賢いやり方になります。で、なんでかというと、ここのポイントはですね、金額じゃないんですよ。重要なポイントは金利なんです。金利に着目をしてほしいんです。高い金利から返さないといけないっていうのが大原則になります。もちろんクレジットカードの20万円だって別にいつでも返せるよって思うかもしれないんですけど、そうじゃなくて、いつでも返せるっていうのは間違った考え方です。金利が高いところから返していきます。で、なんでかというと 15% の金利なんですよ。クレジットカードって 15% の金利なんて稼げないんですよ、普通どう考えても。で、不動産投資とかこのチャンネルでもお伝えしてますけど、利回り 8% とか 10% とかなんですよね。なんなら運用も投資もしない人って定期預金預けてると思うんですけど、普通預金とか定期預金でも 0.01% なんですよ。なのに 15% の借金は普通に払っちゃうんです。みんなどう考えてもこの 15% を簡単に払ってしまうっていうのは良くないんです。多くの人はやっぱり2番を選びがちなんですけど、借金が別に悪いわけじゃないんですよ。だからまず借金して欲しいものを買うっていうのは別に僕は間違いじゃないと思うし、それをどう返していくかっていうのはすごく重要なんです。ただクレジットカードで今回のリボ払いの話とかも前にしましたけど、金利が高いと金利を返すことに一生懸命になっちゃうんですよね。それってやっぱり借金がいつまでたっても減らないし、もったいない話なんですよ。だからやっぱり金利が高いところから返していくっていうのがお話になってきます。で、ちなみに住宅ローンの繰り上げ返済するかどうかっていうのは別の回でちょっとお話をしたんですけど、まあ、期間短縮型と返済額軽減型っていうのがあります。で、どちらかというと期間短縮型の方がお得にはなります。総額の返済額も減るっていうのがメリットなんで。ただじゃあ期間短縮型で住宅ローン繰り上げ返済するっていうのであれば、その100万円を使って、まあ、運用した方がいいよねっていうのはちょっと別の回でもご紹介したので、まあ、そっちでちょっと見てもらえればな、まあ、リンクも貼ってるのでそっちで見てほしいなと思いますが、今日のポイントは金利が高いところからお金を返済していくっていうので押さえてもらえれば、皆さんは損しないで賢い返し方ができるようになると思いますので、ぜひ参考にしてください。ということで Twitter でもですね、情報発信してますので、フォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。